船橋誠一の小説、及びこれを原作とする映画。小説は小説新潮2948年1月号から1950年2月号まで連載され、単行本は新潮社から刊行された。後文庫化もされる。1950年と1968年に二度映画化された。1950年10月21日公開。新東宝。 滝村プロ制作、新東宝配給。溝野口賢治監督作品。主演は、小暮道代、上原健。DVD は、木の国屋書店より、ハイビジョンデジタルニューマスター版が2006年8月に発売され、特典として短編、朝日は輝くを同時収録している。キャスト1968年、成沢正重監督、主演、佐久間良子でリメイク。 東映東京撮影所で制作されたが、お蔵入りとなり、7年後の1975年に、日活が東映から買い取って公開した。タイトルは、旧事態を含む、雪婦人海図であるが、1950年版も、本来は、雪婦人海図と見られる。キャストスタッフ制作と、興行1968年1月、女優を美しく撮ることで聞こえた小畜のカメラマン。 な島東一郎が初めて東映に招かれた。な島は使用するフィルムや現像のこと、衣装など熱意を込めて語り、東映東京撮影所のスタッフルームは新春に、ふさわしく優雅な気分に包まれた。な島のチーフ助手だったのが、坂本義隆で、同じチーフ助監督だった内藤誠と仲良くなり、1982年内藤監督の 続物図鑑でカメラを担当している。1968年1月30日クランクイン、2月行きの、のじりころけほか、3月11日ダビング終了。当時、東映制作のほとんどの映画の題名を、変更なしも含め、命名していた、岡田茂プロデューサーも、さすがに、船橋誠一相手では題名を変えることはできず、現代のまま公開を予定していた。 1968年2月の報道では1968年4月11日から、石井照夫監督の俗決着との閉営予定もあったが、テンポが遅いなど、ヤクザとエロ前世の投影帳でないと判断され、風切り日が決まらず、そのままお蔵入りとなった。投影でやらないなら譲ってもらえないかと、小畜から申し入れがあったが、佐久間の主演映画を他社には譲れないと断っていた。 その後佐久間が東映を退社したため、7年後の1975年に日活に売り、日活が襟裳岬との日本立てで一般映画枠で公開した。1970年代に入り、東映が洋画配給に乗り出し、工業で小畜、東急レクリエーションと ST チェーンを組むようになり、小畜との関係が密になっていたため、さすがに、東映も少し気が引け、 岡田茂恵社長が、側近の鈴木常将営業部長に、奥山徹る松竹専務のもとに、お詫びに行かせたが、松竹は、裏の経緯も、全部知っていて、おまけに、当時の松竹は、虎さんが絶好調で、砂の器でも大当たりを取りを言う鈴木をからかう程度で済んだ。日活は1971年から、日活ロマンポルノに移行していたが、 一般映画を時折作ることは最初から表明していた。日活は経営に苦労し何か大きな作品を作って通常マーケットに載せ突破口を開こうとしていたと言われる。雪婦人海図、襟裳岬の日本盾ては良質作品の日本盾てとヒットの予想もあったが、工業には失敗した。影響、佐久間良子は1964年頃から 予定していた話題作の出演取り消しが相次ぎ、特に田坂智隆監督作品の出演が次々流れ、東映との関係が悪化した。1967年、田坂と共に恩人である岡田茂企画本部長が刺激のより強いエロ路線に乗り出し、大奥物語を企画、佐久間を主役に抜擢した。しかし佐久間はこの題名に不満があり、続編。 続を多く物語を降板した。本作、雪夫人絵図も、女優生活10年目の意欲をかけ、岡田の意向にできるだけようありったけのお色気を、全部出し切って熱演したにもかかわらず、お蔵入り。佐久間は契約公開で、ギャラアップを要求して東へと揉めていて、自身が映画化を希望した、石狩平野が、制作延期になり、列車シリーズ。 喜劇初詣列車に次いで制作を予定していた喜劇新婚列車の出演を拒否、コンビを組んでいた厚見清と順法闘争に出て、東映での列車シリーズは終了した。直後に小畜から我が闘争の主役オファーがあったことから、東映は佐久間に当てる作品もなく、佐久間の希望通り我が闘争で初めて他社出演した。我が闘争は大ヒット。 しかし1968年8月、メキシコで開催された日本映画見本誌に出席した、佐久間が帰国を延期し、どうせ映画の予定はゼロですからと話し、ついで、三船敏郎が、大川社長に三船プロ制作、東方配給の風林火山の指美め役に、佐久間を借りたいと直に申し入れて了承され、佐久間が2作連続で他社出演することになり、佐久間はフリーになるのでは、 マスメディアが騒ぎ、東映を慌てさせた。佐久間はあくまで東映女優と宣言し、1969年の東映カレンダーにも登場。東映も佐久間を中心に女性オールスター路線をスタートさせると約束、大奥絵巻制作を決定し、一旦歩行を収めたかのように見えた。しかし自作、小畑金次原作による赤沙棚は東方芸術座の舞台にかかった。 芸術作品という触れ込みであったが、岡田茂企画本部長が赤サタナでは客は来ない。日本一のホルモン男でも弱い。タイトルは、目かけ21人度スケベ一代屋と題名を変更した。助監督の内藤誠が解題を伝えると、佐久間は号泣したという。今度は公開され、内容的には高評価とするものと、 題名もひどいものだが、内容もドタバタお粗末、エロコメディーとするものがあるが、館内は爆笑の連続で、観客は身をよじって笑い転げたとされ、大ヒットしたとされる。本作の題名を大きく書いた看板が、新宿の中央通りに突き出て、その下を通る女子学生が、そっと見上げて、笑いながら足早に駆けていった。佐久間は宣伝のため当時出演した。 スター千和代でもこの題名を口にできなかったと言われ、自身の将来に不安を感じた佐久間は東映から気持ちが離れ、以降、テレビドラマや舞台に活動の場を移した。岡田製作本部長は7000万円の製作費で、作った1968年の徳川女系図が工業収入2億7000万円の大当たりを取ったことに味を占め、製作費の高い薬剤映画の割合を減らし、 1969年の、東映新路線として、聖愛物シリーズを打ち出し、1969年、東映ラインナップとして、異常、残酷、虐待物語、原読女系図、異常聖愛記録破連地、女子大生、妊娠、中絶、トルコ風呂、指先の魔術師、婦人科引き機、下半身相談、温泉ポン引き女中、不良姉御殿、矢ざぐれの、 おまんの制作を発表していた。岡田は、どんなに悪者扱いされようと大衆が喜ぶものを作るだけ。笑わせる、泣かせる、握らせる映画を作りたいと開き直っていた。映像ソフト2010年4月に東映ビデオから DVD が発売されている。同時上映。ありがとうございます。